はい、えー、それでは令和五年論文式本試験、えー、選択科目経営学の公表と解説を始めていきたいなと思います。担当はレックス専任講師、二本目です。どうぞよろしくお願いします。はい、えー、皆さん本試験お疲れ様でした。まあ、今回の、まあ、本試験についてね、まあ、簡単に振り返っていきたいなと思います。まあ、計画ね、まあ、どうですかね。あの、皆さんかなりね、手応えに差があるのかなというふうには思うんですが。 あのまあ、全体的な難易度としてはね、あの昨年度の試験よりもまあ難しくなっているのかなという印象を受けます。まあ、第1問の理論、第2問の計算ともに難化しているなという印象ですので、まあ、ボーダー自体はね、あのまだ配点も正確なところが読めないので、まあ、なんと申し上げることが難しいんですけれども、ただまあ半分ぐらい、まあ、50点程度っていうところがあのボーダーラインになってくるのかなとは思います。まあ、半分程度でできていいるかかどうかというとところですね まあ第2問はねあの一応その回答箇所っていうのがまあ25箇所になってきますのであのこちらについてはね、まあ、1箇所2点っていう換算でいいのかなと思うんですけど、まあ、いつも通りですね。まあ、第1問がねちょっと配点がまあよくわからないというところですので。 まあ問題1問題2でそれぞれ25点振られているのか、まあ、問題1の方が回答箇所が、ね、多いのでこちらの方にちょっと配点が偏っているのかそのあたりもまだ読めないところになりますから、まあ、何とも申し上げることができないんですけどもただまあ全体の、まあ、そういった、ね、あの空欄の穴埋めとかで半分ぐらいは取れてないと、まあ、いけないかなというところにはなりますで結構第1問がねあの、まあ、やっぱり疑問といいますか まあ第2問はねその自分の手応えとは別にある程度内容的に理解がねちゃんと伴っていれば、まあ、できたっていう実感はなかったとしても意外と合ってるってことはあると思うんですよ。でも第1問の方がねあのなかなかこちらがねそういった手応えとはまた別のところというか、まあ、手応えがまあなくても点数で取れてる可能性あるんですけどもあの、まあ、大体の場合はね手応え通りになってくる可能性が高いのかなとは思うんですよね。 でまあ、どこまでできるのかというところが本当にまあ個人差があるところだとは思うんですけども、まあ、難しいところでね、あのー、最近の試験の特徴でもありますけど、まあ、用語の、ね、結局暗記というのをしていかなきゃいけないんですけど、まあ、その単に機械的に暗記しているだけだとなかなか得点ができない場合があるんですよね。まあ、特に今回のの第一も問題地の あの問いの3番のねオープンイノベーションとかっていうのは、まあ、レジュメにも掲載がありますし当連にも出していますしあの本試験の直前チェックとかにも出しているところなので、まあ、用語としててはは間違いななくあの知ってるはずなんですよただあの知ってはいてもこの本試験の、ね、説明の仕方でオープンイノベーションっていう用語を引っ張ってこれるかどうかっていうのはまた話は別なんですよね。 だからそこはねあのちょっと柔軟に対応していかなければいけない問題だったといいますか、まあ、単なる用語問題ではあるんだけれども、まあ、間接的なそういった理解を問うような問題にもなっているということで、まあ、出し方としてはねすごくいい出し方だとは思うんですけども、まあ、受験生からするとねなかなかきついなっていうね、まあ、印象を持たれることが多いのかなとは思うんですよね。まあ、ただ正解ししてほしいところでではあるんですけども あのオープンイノベーションって言葉が引っ張ってこれたかどうかこの辺りがねあのこの経営管理でうまくいく人うまくいかない人のねあのそういった判断の基準になってくる問題なのかなとは思うんですね。でまあ、今後のねあの試験対策ってことを考えた時にまあおそらくこの動画とかねご覧に慣れてる方っていうのは、まあ、次の試験に生かすために今回の試験のフィードバックを抑えてるって方が多いとは思うんですけども。あの まあ次の試験に生かすとするならばねやっぱり用語を単にねその短期集中で機械的に暗記してもう詰め込み学習になんとか済ませるっていうよりは、まあ、ちゃんとそこのね前後の文章とかをレジュメでも読んでいただいてね、まあ、用語の内容の理解っていうところをねしておくっていうのがとにかく重要なのかなとは思います。まあ、理解ととってもねねそんなに長々と、ね まあその用語の説明を3行とか4行もかけて、ね、あの書かせるような問題とかっていうのはまあ,あまり出てこないわけですからそこまで長文で説明できる必要性はないんですけどもただまあちょっと違った、ね、表現で用語の説明文が出てきた時にその用語をちゃんと引き出せるようにするためのその柔軟性を高めるっていう作業は、ね、やっておかなければいけないのかなというところになります。はい だからまあ本当に単純な英単語の学習、まあ、そういう感覚で、ね、勉強しなければいけない部分もあるんですけども、まあ、それだけではなくて、ね、あのちゃんと適切に、ね、その用語を使えるようにするというか、まあ、自分のものとして、ね、ちゃんと理解をできるようにしておく必要性が、まあ、事前の学習としてはあるのかなと思いますのでぜひ、ね、あの今回、まあ、そのオープンイノベーションとかって言葉が答えられなかった方は、まあ、その辺のところを、ね、しっかりと改善して次の試験に生かしていただくとまあいいのかなとは思います。はい でちなみに第1問については、まあ、特に正解してほしいものについてはちょっとマーカーカで色をつけています、まあ、一番最後の問題はね、まあ、文章長いのであの満点取れる必要性全くないんですけども、まあ、シングルループとダブルループの学習っていうのはね、まあ、大昔の試験でも出てきたことがありますけれども、まあ、内容としてもまあ分かりやすいものになってくるかなとは思いますんでね、まあ、事前の学習でもねある程度自分で 説明でできるレベルまで、ね、この辺りの知識っていうのはブラッシュアップされている方が多かったと思いますからまあ久しぶりに余計な話ではありますけどまあこういうね表形式の回答欄っていうのが与えられてるなというところでまあこれねあの記入する側は結構面倒くさくてね普通にいつも通りの回答用紙にしてほしいっていうところではあるんですけれども。 まあこういうねあの仕様になってるっていうところがまあちょっと珍しいところではありますね。はい、でまあ問題2番についてはね、まあ、特にこの機械的組織のところであったりだとか、まあ、この機械的組織とかね有機的組織に関する説明ですね組織構造のコンティンジェンシー理論に関するまあ理解を問う問題問いの2番とかもこれはもう確実に正解してほしいところとなります。であとは問いの4の1ですね。 まあこの組織文化のところですね、まあ、組織文化の階層性についてね、まあ、これ社員がね提唱している話になりますけども、まあ、これもまあレジュメでも出しているところ、まあ、掲載があるところになりますから、まあ、選択肢も与えられているのでねなんとかここは答えを合わせてもらいたいところだったかなと思います。 あとの問いの3と問いの4の2、まあ、これも一応選択形式になってますけど、まあ、問いの3についてはできるかできないかっていうところでね結構その運芸要素があるのかなとは思いますねまあなんとなくの感覚でねこの選んでいただければね正解できる可能性っていうのはあるのかなと思いますけどこのメディアリッチネスっていうところがよく分かんなかったとしてもなんとなくね、あのー、この4番が正解なんじゃないかなというところでね まあ判断がもしかしたらつけられた方いらっしゃるのかなとは思いますまあ感覚的な話ではありますけどね、まあ、ただ正解できなくはないのかなと思いますねこれはねただまあ間違えてもしょうがないですあの合格者がね全員こんなのあと正解してくるかっていうと全然そんなことありませんのであのここで間違えても別に特段ね問題はないかとは思いますまあ解いていればちょっとアドバンテージ解いたいよねって話ですね 問いの4の2についてもまあ基本的に今度は覚えてる受験生もいないわけですから、まあ、その場で考えざるを得ないかなっていうふうに思いますけども、まあ、あの別に全部正解できる必要性もないんで、まあ、関東ではないでしょうからね、まあ、最低2か所ぐらいあってれば、まあ、部分点拾う上では十分なのかなとは思います、はいまあ、全滅ってこともないと思いますからね基本的にねあのどこか正解はできているでしょうから 1>, まあ1、2箇所合っていれば、まあ、御の字と考えてね、問いの4の2については、もう割り切ってみていただければいいと思います。で、まあ、すいません、順番が前後したんですけど、まあ、問題1については、この問いの、あのー、この暗黙値から形式し、まあ、知識創造論に関する話になっているわけですが、まあ、赤モデルについてはね、まあ、ここはもうここ数年間ずっとね、まあ、大事ですよっていうふうに言い続けているところになりますから、まあ、この問いのちの A から E についてはね、 あ A、から言ってていいいについてはは、ね、こここもう絶対正解してほしほところではあります CDF の選択肢のところはねこれはまあ全部間違えるってこともね結構可能性としては低いんじゃないのかなとは思うんですけども、まあ、全部合うのも結構難しいところなのかなとは思うので一か、まあ、所正解できていればまあ十分かなと思います一つは正解したいですねさすがにね全部正解全部正解っていうのはさすがにちょっとねダメージがでかいかなとは思うので。 一箇所ぐらいは拾いたいところではあります。で、次の問いの二の一ですね。まあ、ベンチャーとか、アントレプレナーとか、エンジェルとかっていう、この辺はね、ベンチャー系の話で。まあ、確実に拾いたいところではあります。で、まあ、産学連携っていうのは、基本的な用語ではあるんですけど。まあ、意外とちょっと言葉としては、出てきづらいんじゃないのかなって思うところもあるので。 まあこの流動性の方が私なんかはね結構出てきやすいんじゃないのかなとは思うんですけど労働市場のの流動性の話ですね、まあ、これは講義の中でもね割と話をしているところではありますんでね人的資源管理系の話をする時にね、まあ、日本における労働市場の流動性の低さについてはね、まあ、講義内で言及しているところでもありますんでまあよくね まあ新聞とかニュースにおいて、まあ、今、新聞読んでると少ないと思いますけども、まあ、ニュースとかにおいてもこういった、ねまあ、労働市場の流動性問題っていうところは、ね、よく取り上げられますんでね、まあ、どこかしらで何か、ね、目にしている用語だとは思いますから、まあ、正解できなななくはは全然いいのかなとは思います、はいまあ、どっちか正解したいかなって感じですけども、ま、ただまあ最低限3か所正解できていればいいかなってレベルだと思います。 で次の問いの2番ですけどもまあ問いの二の二ですけども、まあ、こちらについてはね、まあ、一応選択形式の問題でまあ内容的に知らないとは思うんですけどもただまあ文章を読んであの内容は知らないけれどもまあ3番なんだろうなってことは何となく察しはつくのかなと思います。これもまあふわっとした話でではあるんですけども まあ明らかにね3番についてはこれ国や自治体が支給する研究費を使って、まあ、大学研究者と企業が共同で研究することは可能であるとまあそりゃそうですよね。またその結果を特許出願する場合は大学や企業が出願人となることもできるっていうことでまあ別にできないことないでしょうからね、まあ、3番についてはまあ基本正解なんだろうなっていうところでね 内容としてね1番2番4番とか別に見たことはないでしょうけれどもまあこれ3番が明らかに正解っぽいんでね、まあ、3を選択するっていうことはまあ十分できる話なのかなとは思いますだから評価としてはねそのこの話全く同じ話を別に見たことはないっていう意味では難易度こうなんですけども実際の正答率ってことを考えれば結構合ってる人は多いと思うんですよここはね。 だからまあ黄色のマーカーこそつけてはないんですけども正直まあ合わせることはできるなとは思ってはいるのであの3番についてはね選んでほしかったかなってところですね。で次の問いの3番のオープンイノベーションですね。まあこの辺さっきも言った通りねまあ問題文の用語の定義が示されていてそれがまあレジュメとかに記載なる定義とは違うんですけどもあのこの用語の定義からですね 既存の知識に結びつけてね、オープンイノベーションという用語を引っ張ってきてもらいたかったかなっていうところではあります。で、こういうものに対する対策はさっきも言った通りね、まあとにかく用語を単に あの機械的に暗記するのではなくて、まあ、ちゃんと内容的に理解して、まあ、自分的な解釈ができるようにしておいて、まあ、こういうちょっと違った表現で問われてもあこの用語のことかなっていうふうに引っ張り出せるようにしておくっていうのが、まあ、今後の対策としては必要になってくるとそのためにはね一問一答の問題集とかだけやるっていうよりは、まあ、レジュメとかをしっかりと読んでいただいて、まあ、自分なりの解釈っていうのをしっかりとまあ深めておくと、まあ、そういうういいいい作業っていうのを、ね、今後やってもらいたいと。 であとはまあ有効なのがねこの人の名前も覚えておくっていうのは一つ有効な手段ではありますよ人の名前人の名前そのものが問われなかったとしてもあこの人がそういえばオープンイノベーションって言ってたなとかってことが分かればですねあのかなり記憶から引っ張り出しやすくなると思いますんでね人の名前を覚えるっていうのは邪魔くさいと思うかもしれませんけどそのこの用語は誰が言ったのかとかっていうふうなことは別に基本的に出てこないはずなんで そのレベルで覚える必要性はないんですけども、まあ、この人の名前を見たときにですねあオープンイノベーションとかって話をそういえば提唱していたなとかっていうことを引っ張り出せるようにしておくっていうのは覚えるときにねちょっと意識してもらうといいんじゃないのかなとは思います。はい、よろしいでしょうか であと次の問いの4、まあ、これまあマーカーでチェック入れてませんけど、まあ、あのこれ NIH 症候群っていうところでね、まあ、これ自体は別に正解できる内容かなとは思います、まあ、特に知らないって方はねいらっしゃらないかなと思いますんでね一応試験対策のレジュメの方にも記載があったかと思いますから、まあ、それをちゃんと目を通していた方であれば正解できる内容かなとは思います、はい ただまあ全員が全員正解してくるかっていうとそういう感じでもないんでね一応マーカーつけてないって感じです。はい、で問いの5番ですね、まあ、ロジャーの普及曲線理論に関する話になりますけどもまさにねこういったまあグラフを書かせるっていう問題とあとこちらですねイノベーターからラガードまでね一、まあ、つ選択させるっていう形式の問題になってます。はい まあここはね、まあ、図を書くっていうことに関してはね、まあ、あの対応することができる可能性はあるのかなとは思いますけども、まあ、結構ここの選択問題については難しいのかなとは思います、まあ、予備交換で答えも割れてるところなんでね、まあ、アーリーアダプターなんかアーリーマジョリティなのか、まあ、どっちなのかっていうところで答え割れていますけれどもまあ何とも言えないところなのかなとは思いますんでね、まあ、どっちも正解になりうる話だとは思いますけども。 まあここはちょっと答えが定かではないんでね何ともご案内が難しいところですがまあグラフかこの選択のところかまあどっちが正解できていれば御の字って感じですかねまあ別にできてなくてもそんなに大きな問題はないと思いますで最後の問いの6はもう書けなくても全然問題ないですねまあ1点でも拾えたら本当にラッキーってレベルだと思いますまあこの与えられた用語ですねまあうまくつなぎ合わせながら まあ文章としてあの肉付けをしていってね回答していけばいいって話になりますけれどもまあ何か書いたら1点ぐらいね点数がもらえる可能性っていうのがありますからとにかく白紙っていうのはね避けなければいけないところですんでねまあ計画は時間も余る科目なんでね白紙で出すっていう人はいないと思いますけども、まあ、何かしら書いてもらいたかったかなってところですはいよろしいでしょうか まあ全体的な目標点数自体はね先ほどもご案内した通り大体第1問で5割程度ってことになりますんでねまあ半分正解できているかどうかっていうのを一つの目安に考えてくださいで次第2問ですけどまあこのファイナンス分野ということになりますがまあ問題1がまあ運転資金とかキャッシュサイクルに関する話ということになりましてまあこの問いの1番の 話ですね、まあ、問いの1の1がね、まあ、ちょっと答えづらいところであるのかなと思いますけど、まあ、この保持費用とか不足費用とかっていうねここがまあちょっと見慣れないのかなっていうところなんでねただまあ言葉のニュアンスとしてね、まあ、この問いの1の1でこの「お」が正解になりますけど、まあ、在庫換に関するかかる倉庫費用とかまあ保持費用だろうなと。 で欠品による売上機会の創出これは不足費用なんだろうなっていうのは言葉として、まあ、つなぎやすいところなのかなとは思うのでまあできなくてもいいんですけどまあできていると本当にこれは良かったかなっていうところではありますね、まあ、当たり前ですけどもあの、まあ、みんながみんな別にできてほしいって話ではないんですけどもできなくはないかなって感じです、はい、で一方の問いの1の2とか1の3ここはもう絶対できないといけないところですよ もうキャッシュサイクルの話なんていうのはね管理会計のそういったね論文の対策でも担当の対策時からでもねやってる話になりますからキャッシュサイクルの計算とかその理論的な背景とかねこの辺は絶対に正解できなければいけないところとなります。で次の問いの2番はねこれまあの難しいと言いますか。 まあ落ち着いてやればそんなに難しくもないんですけれどもただまあ最終年度のキャッシュローを合わせるっていうのは、まあ、ミスる方の方が圧倒的に多いでしょうからまあ取れてれば科目合格レベルかなと思います、まあ、最終年度のキャッシュロをね結構加味しなきゃいけないことが多いんですよねこの設備の売却の話もそうですし、まあ、運転資本が回収されるって話もそうですし 最終年度土地の売却とかもあったりしてねちょっと加味しなければいけない計算要素っていうのが多いので、まあ、何かしら抜ける可能性の方が高いかなとは思いますだからまあ最悪ねここの問いの2の12の2ともにできなくても問題はないかと思いますできていれば大きなアドバンテージになりますねただまあちょっと癖のある問題と言いますかねまあ最近まあ管理会計でもそうなんですけどね なかなかこういう連鎖するね仕様になってるね出題の仕方になってるとまあ本当に得点差が生まれちゃうともうごくごく一部の人間が正解していてねそこでまあ点数が跳ねますけども、まあ、大多数間違えるみたいなね問題になってしまってるのでもう本当に0か100かみたいな世界になっちゃいますからまああんまりよろしくないっちゃよろしくないんですよね問題としてはねあんまりこんなところに文句言ってもね怒られちゃいますけどもただまあ本当にあの0か100かで間がないとかってことになっちゃうとね まあ受験生の実力っていうのを測定するときに、まあ、その微妙な実力の違いみたいなところっていうのを測定しきることができないわけですからねまあそれって問題としてまああまりいただけないっていうところではありますからねまあ計画はまだましな方ではありますけどもまし、あ、でもないんですけどもまだそこの一箇所の間違いがねあの一気にそれで10点以上飛ぶとかって話ではないんでね まだましといえばましではあるんですけども、まあ、ただなかなかシビアだなっていう印象はありますね。で次の問題2とかもそうですよねこれ問いの一番の計算できないと、まあ、この1の1できないと1の2も1の3も基本的にできないので、まあ、もしかしたら勘で合うとかっていうのはありえますけれども、まあ、基本は1の1ができていることを前提に1の21の3っていう話につながっていきますんでね。 できている人はもうほぼ完東なんですけどもできない人は全滅って感じになる本当ににゼロか百かの世界になってくるかと思います。でなおかつこれそんな簡単ではないんですよねこの内部利益率の計算でまあ投資案 B と C についてはねちょっと癖が強いですよね。これ管理会計とかでも見たことないと思うんですよ投資案 B についてね。 今すぐ400万のお金もらえて毎年60万払いますよっていうですね。普通の設備投資は逆なんですよね。今お金とお金を出すけれども将来的に増分キャッシュフローが生まれるっていうのが通常の設備投資になりますから、まあこの問題はこれキャッシュフローのねプラマイが逆になってるんですよね。だからまあイメージとしてはね、まあこれ400万今借りて毎年60万返し続けるみたいなね。 まあそういうい借金の返済みたいな想定で考えてもらえればいいと思うんですけど、まあ、その内部利益率を計算すればそれまあ借り入れの利率に相当するわけですが、まあ、それと資本コストっていうのを比べて、まあ、資本コストがこれがあの投資の収益率だと考えてもらってね借り入れの利率の方が収益率よりもね高くなっているんで、まあ、投資案 B については NPV 計算すればマイナスになりますよっていう話ですね。はい 将来キャッシュ毎年マイナス60万生じるその割引現在価値合計っていうところが今現在400万もらうっていうよりもねマイナスがでかいということになりますから NPV はマイナスになりますと、はい、まあかなり変わった特殊事例かなと思いますで投資案 C についても成長率がマイナスになってるってことでまあここは別にいつもやってるねあの定率成長モデルのところの成長率にマイナスを入れてあげればいいだけなんでね まあ別にあの公式に当てはめればいいという話ではあるんですけれどもただいかんせんねあのマイナスの成長率を前提にした計算問題っていうのは見たことがないと思いますんでねそこはまあ,あの現場で対応するしかなかったというところで、まあ、そういった意味であの難易度が高かかったのかなとは思います。はいまあ、できている方は結構いると思いますけどね B ほど難しくはないと思うんでね。 ただまあ自信がないながらもねまあなんとかあの正解の道にたどり着けて1の1が正解できていれば1の21の3っていうところもね、まあ、これも正解としてついてくるっていうところになりますから。 ここはねちょっと時間をかけてね冷静にいろいろ模索して回答を進めてもらいたかったかなってところではありますただもうできなくてもまあしょうがないところではありますからまあ1の1から1の3まではまあ間違えてもいいかなってところではありますでその代わり問いの2番はねこれ正解してほしいところになりますねまあ MM 理論の話になりますからまああの ROE の話が問われてはいますけれども まあレジュメとかでもね、あのー、特にこの問いの2の3とかですかね、配当とか自己株式の取得のときのこういった株価に対する与える影響とかはもちろん説明してますし、r、ま、o、あ、イがどうなるかっていうのも具体的な数値なんかを、ね、イメージしながら回答してもらえればよかったので、まあ、レジュメに具体的な数字とかも載せていたんでね、そこの話とか思い出しながらです、ねあのー、選択肢選んでもらえれば十分正解はできたのかなとは思います。 まあ問いの2番はね関東を狙うこともできなくはないのかなと個人的には思うところではありますんでね、まあ、特に2の1と2の2はここはまあ合わせてほしいかなってところではありますねはいよろしいでしょうかで問題3こちら問題3についてはねまあちょっと見覚えがないなというところでね 公、まあ、用関数っていうところが示されてますけどもまず「ログって何だよ」というところでねあの、まあ、高校数学でやっているはずではあるんですけどももうあのそんなものねあの忘却の金方になってる方が多いかなと思いますからね、まあ、そもそもね文献の方が多いですからログなんていうのはねもう高校のそういった、ね、数学の時以来見てない方っていうのがほとんどだと思いますんでね。 私も最初にこんなログなんていうのを見ましたけども、まあ別にログが分かんなくてもね、まあ、この流れに沿ってね別に計算はやってもらえればいいだけなので、あのー、そんなに問いの1の1自体はね難しくはないんでねここはまあ正解できるのかなとは思いますけどもただまあ間違えても全然問題はないかなと思います。もう1の11の2ともに間違えてもしょうがないです。まあ1の2は特に間違えてもいいかなってところですね。 1の 1, 1は、ね、あのログ自体別に分かってなくても計算はできる話ではあるので、まあ、あの時間の中で、ね、ちょっといろいろ模索してみて、まあ、こうするのかなというふうに、ねまあ、回答した結果が、ねまあ、結果的に合ってるみたいなことっていうのは全然あるとは思います、はい。だから結構合ってる方はいるんじゃないかと思いますね。はい、で次の問いの2の1はこれも簡単ですね、答弁の分離定理というところで確実に正解したいところです。 問いの2の2についてもね、まあ、これはファンド B のねリスク資産の割合が問われてますけども、まあ、これ難しくないですねファンド A の期待リターンが10%で,でこのファンド A とねあのベータが同じだと言ってるわけですからあのこの10%がファンド B のね期待収益率であるっていう前提で B の期待収益率が10%になるための危険資産と安全資産の割合っていうところを考えればいいだけですから、まあ、ここはもう全然難しくないかなと思います。 で問いの3の1と3の2、このバーに関する話ですね、まあ、これもできなくても全然いいんですけども、ただ問いの3の1自体はね、あの正解することは全然可能なのかなと思いますんでね、まあ、可能とは言っても、みんなが正解してくるものでもないんですけど、ただまあ空気読んでね、あのー、なんとなく数値を上の文章からあの読み取ってね、記入できた方っていうところは、正解できている方も結構いるんじゃないかとは思います。 問いの3の2は別に間違えてもいいかとは思うんですけどね3の1はまあ正解できる方は結構いるかなって感じですで次の問題4二項モデルですけども問いの1番は絶対正解しなきゃいけないですねこれはもう全部正解してほしいですもう簡単ですからねリスク中立確率も示されてますしまあそれ使って株式 S の株価を計算すればいいだけですから1の1なんかは絶対間違えちゃいけない問題ですね 1の2も同様ですね。まあ、これも絶対間違えてはいけないと。まあ、ヨーロピアンタイプのプットオプションで、まあ、満期日においてね、まあ、権利行使価格の方がまあ原産価格を上回っていればですね、権利行使をするって形になりますから、まあ、そのことが分かっていれば正解できる問題となります。で、問いの1の3も同様ですね。ここは正解してほしい。で、問いの2番については2、2の1はもう絶対正解しなきゃいけない。ここはもうね、間違える方少ないでしょうからね、2の1なんか絶対正解できます。 で問題は2の2と2の3ですけども、まあ、2の2ができてないと2の3も基本的にできないと思うんですけどもまああのアメリカンタイプのプットオプションで、まあ、アメリカンってことはね、まあ、自由に権利行使をすることができるわけでね、まあ、この点 C のタイミングでね権利行使するかどうかっていうところが問われているわけですが結果的には権利行使すると、まあ、この C のタイミングで権利行使した時のキャッシュフローと この C のタイミングでは権利行使せずに将来、さらに1年後において権利行使する場合あるいはしない場合もありますけども権利行使する、しないというところでねあの株価が上昇する場合と下落する場合それは答えが変わってきますけどもただ、期待値を計算してこの1年後のキャッシュフローの期待値を計算してまあそのね割引、現在価値の値と今現在、権利行使する。 その時に得られるキャッシュフローっていうのを比べてねどちらか大きい方がプットオプションの価値であるっていうふうに考えることができますからまあそういうちょっとねあの文章の読み取りじゃないですけれどもあのこの問題に合わせたね思考っていうところをねしっかりとしていただければ、まあ、回答は出すことができるのかなってところですただまあというのを2の2以降は別に間違えてもいいかなとは思いますんでね2の22の3っていうところは、まあ、これも失点もやむなしって感じではあります。 よろししいでしょうかまあちょっとねあの第2問については若干厳しめにあの評価はしているというかねまあここ合わせましょうっていうところを全部積み上げるとね結構な正解数にはなってくるのであのまあまあねあの厳しいなあっていうふうに感じた方が多いのかなとは思いますけどもまあ私がねあのここ合わせましょうっていうふうに一問一問言ったことに対して、まあ、全体として結局のところはね、まあ、それ全部合ってる方っていうのはまあまあ少ないのかなとは思いますんでね。 まあそこにまあ,あの9がけか8がけぐらい,してくらいしていただいたね結果っていうところがボーダーラインになってくるかとは思いますんでねまあそれぐらいに考えてあのフィードバックをしてもらえればいいとは思います。はいまあ、こういうものっていうのは応援にしてあることではあるんですけど、まあ、答え見るとね大抵まあ簡単だなっていうふうに思っちゃうんですよね。 まあそんなに実は難しくなかったなとかね、まあ、これはできなきゃいけなかったなとかっていうのは実際まあ答え見ればそう感じるところなのかなとは思うんですけどもただまあ実際に今受けてるタイミングではね答えも当然わからない中進めているわけでねその状況下においてはあのまあ問題の難易度っていうのは全然変わってくるわけですよね感じ方っていうのはね。 なんでまあ結果的にね、見ると自分っていうのがすごくできてないなという印象を持ってしまうかもしれないんですけどもあのそれはもう多くの受験生がね、受けてるときのそういった,のいった、ね、あの感覚とで受け終わった後の答えを見た後のこの問題に対する、ね、あのまあ感覚っていうところは全然違うものにはなってくるんでね。 なんでまあ今ね答えを見てしまっている状態だとは思いますけども、まあ、それを見た上でこの問題簡単だったなダメだったなとかっていうふうにまあ感じる必要性はあまりないのかなとは思いますんでねただまあ明らかに簡単な問題はね正解しなきゃいけないところではあるんですけどもあのまあ全体の得点としてねあのまあ5割程度っていうところはね あの後々見てみるとね全然これ5割じゃないだろうというかねあの全然これ7割はいけたなとかって感じるかもしれないんですけどもまあ実際にその先が見えない中ね解き詰めている状態だとそんなに高得点っていうところは取ることが難しいなというところではありますんでねまあそこはね現場で実際に受けている時のまあ難易度の感覚とねあの受け終わった後答えを見た後に改めて問題を見た時のねまあ難易度っていうところはまあ違ってくるのが当然なんでねなんでまあ現状ね あの答えを知った上で、まで、あ、この問題できなきゃいけなかったねとかねあの点数が取れなかったなとかっていうところでねあのそんなにまあ自分のことをあまり否決する必要性はありませんので、まあ、それはもうそういうものですからね、はいまあ、ボーダーを超えてればね本当に何も問題がないわけでね、まあ、ボーダーをはるかに下回ってるとかだったらね実際にあの簡単な問題の取りこぼしが生じているわけですからそれはまあ次年度に向けた改善っていうのをしていかなければいけないんですけども。 ふ、まあ、蓋を開けてみればね、意外とそのできてないなっていうふうに思っていたとしてもですねあの、偏差値としてはそんなに低いものになってないってことがね、た、ま、だ、あ、ありますから、そこはまあ結局のところはね、あのまあ、実際に本試験のね、あの結果を待ってみないとわからないところが多いというところになりますから、まあ、今ねあの、まだ合格発表までね、いろいろと。 あの情報とか収集されている方もいらっしゃるとは思いますけども、もうこればっかりはもう待ってね、あのもう待つしかないというところになりますから、結果について予測してもね、まあ、大抵当たりませんからね、はいなので、そこはもうね、あのー、もうおとなしく待っているというところで、まああまりいるあれこれとね、気にしない方がいいのかなとは思います。はい まあ、とりあえず、ね、以上があの計画の解説ということになりますのでまたまあ詳細な解説なんかは、ね、解説冊子の方をご覧になっていただければなと思いますので何かそういった具体的な問題で、ねまあ、ここの解き方がわからないところあったなって感じる方は解説冊子の方をを、ね、参照してみてください。はいまあ、それでは、えー、これで令和5年の経、ね、学の公表と解説は以上となりますので皆さん本試験お疲れ様でした。